北海道しか勝たん。こんにちは。5月7日から北海道に移住したキートです。よろしくお願いします。昨日なんかインスタでYouTube 始めましたよって言ったら、まあまあの人から反響いただきありがとうございます。まあ友達やから登録してもらったっていうのはまああんまり面白くないので、純粋に見てもらえるコンテンツをお届けできたらいいかなと思っています。 YouTube 始めましたって言ったからには後に引けないので、まあ、ちゃんと更新していけたらいいなと思います。始めましたっていうことで、その後に引けなくした感じですかね。話変わるんですけど、北海道来た時マジで寒くて、深夜とか2度とか3度とかなって、まあ寒くて死ぬかと思ったんですけど、徐々に暖かくなってきて、昼間の最高気温20度ぐらいになってるので、まあまあ過ごしやすいというか、北海道の本領発揮なんじゃないかなと思っています。過ごしやすい時期がやってきました。脱線したんですが、今日のお話は、まず何言ってるんだこいつって思うかもしれないんですけど、僕京都から北海道まで下道で引っ越ししたんですよね。で、どんな感じで引っ越したかっていう、その道中の感じと振り返りと、いくらかかったかっていうのをお話できたらいいなと思っています。まず距離と時間なんですけども、皆さん京都から北海道までだいたい最短で何キロぐらいで行けて、で何時間ぐらいかかるか知ってますか？知らないですよね。多分調べたことないので当然知らないと思うんですけども、どうでしょうか？正解は1400キロで30時間でした。まあ Google マップで30時間なんでもっとかかると思うんですけど、まあ3日間ぐらいあればまあまあ行けなくはない距離だと思うんですけど、まあ、僕は6日間かけて移動しました。寄り道しすぎました。というわけで、まあちょっと長くなっちゃうんですけども、1日ずつ分けてどんな感じで進んできたかっていうのをお話できたらいいなと思っています。いくらかかったかはちょっと最後に発表しようと思います。1日目5月1日ですね。なんか謎のこだわりで0時00分に出発するって決めて出発しました。で、4月30日ギリギリまで撮影行ってて、その4月30日の23時半ぐらいに実家帰って、最後のねご挨拶を家族としまして、で行ってきますって言って出発しました。マジでね計画性がないですね。で、夜頑張ってまあちょっとテンション上げながら運転して、福井県の山奥、大野市かなの道の駅で、まあ、とりあえずちょっと限界が来たので寝ました。で、2時間ぐらいかな寝たんですけど、マジで寒くて目が覚めて、でもとりあえず車エンジンつけへんかったら寒くて死んじゃうから走りまして、で朝7時ぐらいかな白川郷に着きました。で、もう一回寝ました。で、今度はその暑すぎて車内がで起きるっていうのも最悪な2度の起床をして、白川郷をサクッと観光して、そのまま飛騨高山の方行って、高山ラーメンと飛騨牛のセットのやつ食べて、まあ、そのまま軽く言うんですけど、すぐ100キロとか離れてるんですけど、松本城、長野県に入って松本城に行って、で松本城をサクッと見て、その後は Mac で動画編集しましたね。この旅の途中毎日そのショート上げてたので、毎日編集しなあかんくて、で、どこかしらで編集する時間を作ってました。で、動画編集終わって、で、長野県に青木村ってあるんですけど、僕、青木って言うんですけど、まあ、せっかくやから行ってみようということで、青木村に行って、で、道の駅青木ってところで寝ました。だいたい1日目550キロぐらい走ったんかな。で、どんな環境で寝てたかなんですけど、まあ、その、図を作ったので見てほしいんですけど、いや雑な図やなって思うかもしれないんですが、この青いのが自分の体の線で、まあマジでありえへんぐらい天井がすぐそこにあって、横通った人とかからしたらなんか遺体運んでるんちゃうかって思われへんか心配なぐらい、その変な寝方をしてました。まあなんかなんでホテル取らへんかって話なんですけど、まあとっても良かったんですけど、まあ、お金もったいないし、でどこまで進むか分かんなかったんですね。毎日なんか適当に計画性なかったんで、6日間で北海道着くってのは決めてたんですけど、何も決めてなかったんで、それ以外そのホテルなんか取れるわけもなくて、ゴールデンウィークで高いし、まあ、車で寝られるやろうと思って寝ました。でもね、さすがに5日目とかなってきたら体悲鳴上げてて、さすがにそろそろ休んであげたいなと思いつつ、まあ、鞭打ってずっと車中泊を続けて北海道に着きました。で、まあこんな感じで550キロ走ったんで、かなりね移動した1日でしたね。2日目5月2日は特に長野県から進むことはなくて、群馬県の伊香保温泉に行って、でこう行ってこう帰ってきただけですね。なんでそんなことしたかっていうと、翌日そのサクバルーンフェスティバルっていうのがあって、それに行くか迷ってたんですよね。でとりあえず群馬のままで行って温泉入って、北の方に抜けてから群馬から福島の方を抜けていくか、長野に留まるか悩んだんですけど、まあその北の方を先に行けばめっちゃ楽じゃないですか、多分後から。
でもやっぱちょっと限界が好きなので、残念ながら選ばれたのは長野残留コースでした。というわけで、まあ、大体200キロぐらいかな。一番動いてない日ですね。ほぼ走ってないと言っていいんじゃないですかね。って感じで、まあ夜、イオンモール桜平のフードコートで動画編集をして、道の駅で寝ました。で、3日目、まあ、新潟を覆う、遮断なんていうのかな、この斜めにね、ダーって新潟走り切りました。朝5時半ぐらいに起きたんかな、バルーンフェスタのために。もうなんか、ただでさえしんどいのに朝早起きなんですよね。バルーンフェスタ撮って、もう長野の山をくすーっと北上して、新潟県は上越市に行きました。まあ、マジでバルーンフェスタって素晴らしくて、青い空を、なんかカラフルなバルーンが彩る感じめちゃくちゃいいので、ぜひ11月とかに、佐賀バルーンフェスタ行ってほしいなと思うんですけど、あ、まあ関係なくて、で、上越で海鮮丼を食べて、で、宇野浜温泉ってところで、まあ仮眠と編集して、まあ、ほぼもう、昼ご飯食べて13時ぐらいから18時ぐらいまでずっとダラダラしてたんかな。で、そこから、やっと行動開始して、まあ、ラーメン食べて、ずっと、新潟を、柴田、右上ら辺ですね、まで行きまして、まあその日はもう限界が来たので、道の駅で寝ました。車中泊。だいたい340キロぐらいかな、この日は。で、4日目は、朝3時半に起きて、しんどかったよな。山形県の白川湖ってところに行きました。写真こんな感じであるんですけど、埋没林かな？湖の中に木が生えてて、その近くをカヌーが走ってる。走ってるっていうか、カヌーを漕いでる人がいて、その写真を撮りたくて行きました。早朝に行ったら、その霧とかがあって幻想的って聞いたんですけど、まあなんか僕が行くのが遅かったのか、まあ、3時半で遅刻って何なんて話なんですけども、行くのが遅かったのか、まあ、その頃にはあんまり霧がなくて、まあこんな感じの写真になりました。まあでもマジで幻想的ですごい良かったですね。その後ずっと行きたかった蔵王の方に行って、オカマに行きました。マジで風が強かったです。北海道渡るのって、まあ、いろいろフェリー出てるんですけど、セールやってて、から青函フェリーが一番安かったんで、それで渡ろうと思ってたんですけど、じゃあ青森駅に行かないといけなくて、まあどのルートで行くかって話ですよね。まあ、奥羽山脈の左側通ってもいいし、その右側の4号線、ずっと北上してもいいんですけど、相手のね、その、太平洋側、安来海岸方々ルートにしまして、東に進むために仙台行って、しみ天とウニ丼食べて、しみ天なんかね、誰かに勧められて食べたんですけど、めちゃくちゃ美味しかったです。よもぎ餅をドーナツ風にしたやつかな。あ、そう、秋湯温泉行きました、その前に。秋湯温泉行って、昼ご飯食べて、もうずっと運転して、で、大鹿っていうその、白い鹿がいるんですけど、復興のシンボルかな。それ取って、ずっと北上して、気仙沼行って、で、気仙沼ホルモン食べて、ちょっと北上して陸前高田、奇跡の一本松があるところなんですけども、その道の駅で車中泊しました。で、なんか多分疲労がすごかったんですかね。この日450キロぐらい走ったんですけど、もう3時間半しか寝てなくて、まあ、死にそうだったので、その日、5日目の朝は8時間ぐらい寝ました。車の中で。で、朝起きて奇跡の一本松を見て、もうずっと三陸の、ところを、まあ、なんか震災の遺構とか見ながら北上して、石つぶて公園行って、で、青森県入ってリンゴのソフト食べて、スカイ温泉っていう、青森で一番有名なんかな、温泉に行って、で、青森駅の方に行き、高校の時の友達とご飯食べて、2時発のフェリーで、青森を出発しました。で、フェリーターミナルで、まあ、ずっと編集してましたね。だいたいこの日は400キロぐらい進みました。って感じで、朝ね、函館に着いたんですけども、まあ、多分まあ、察しの通りずっと疲れてて、着いたら、お客さん着きましたよって起こされて、うわぁ、ってなって、慌てて、船の車乗ってるところに行ったら、マジで俺の車しかなかった。うん、マジで恥ずかったですね。で、慌てて降りて、で、朝、スーパー銭湯行ったんですけど、スーパー銭湯なんか9時から清掃で、7時ぐらい入ったんかな。で、1時間ぐらい風呂入って、で、椅子で寝てたら、あ、すいません、清掃なんで起きてもらっていいですかって、この、2回目起こされるっていう、1日2回も起こされてしまって、なんか嫌な気象でしたね。申し訳ないなと思いつつ起きて、函館初めて行ったので、函館観光しようと思ったんですけど、ドンって思ったので、もうやばと思って、ミスド、動画上げたんですけど、ミスド行って、ラッキーピエロ行って、もうただひたすら5号線を走って、札幌市に着き、札幌ラーメンを食べて、で、最後の車中泊をして、7日の朝、
祝入居という名前になっておりました。いかがでしょうか。まあ、ね、だいぶ長く喋っちゃったんで、今何分くらいなってるのかな、わかんないですけど。見てるかな、誰か。いくらかかったかなんですよね。まあ、これ気になってる人も多いと思うんですけど、宿泊代はね、0円ですよね。体なくなるかと思ったよね。で、お風呂がまあ3000円ぐらい。で、ご飯代が5日間、6日間で1万3000円ぐらいですね。で、駐車場代が2500円。フェリー代が1万1000円。これね、なんか、セール役が安かったんですけど。で、ガソリン代が1万4000円でした。めちゃくちゃ安くない？ミライーズなんですけど、ミライーズ、まあ、ピクセスエポックなんですけど、マジで燃費が良くて、まあ、普段シエンタ乗ってたので、あいつがリッター13とかなんですけど、ミライーズ、まあ、小さい車ってのもあって、9年前の車なのに、リッター23キロぐらい出て、まあ、燃費がいい。なので、まあ、合計で4万3500円ぐらいでした。まあ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 、満足感あるんじゃないですかと思って、で、ちゃんと引っ越してたらいくらになるか調べてみたんですけど、まあ、なんと、20万円ぐらい。まあ、これは多分ちょっと、家具とかちゃんと運んだパターンなんですけど、まあ、でも10万はするんちゃうかなと思って、まあ、そんな中、4万3500円でこんだけ楽しめたら、まあ、すごい楽しいし、運転好きやったら、いいんじゃないかということで、実質無料で、岐阜と、新潟と、長野と、東北旅と、どうなんかな？旅行できたと思うとかなり素晴らしいんじゃないかなと思っています。まあ、ぜひ京都から北海道に下道で引っ越ししたい方は参考にしていただければと思います。って感じでね、まあ、だいぶ長くなってしまったんですが、今日の動画は以上になります。どうですかね？まあ、この旅のことでなんか聞きたいことがあったらコメント欄で聞いてもらえれば、全然今コメント欄閑散としているので答えられると思います。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは。